最近の自動車を見てみると、かなり軽自動車が増えているのが目立った。この軽自動車も、内装も装備も豪華になり、普通車との差が感じられなくなっている。ここまで進化した日本の軽自動車だが、それには、ある歴史が隠されていたのだった。では、どうぞ、米国向けに販売されたホンダ N600 第1号のレストア車が話題になっていました。ホンダ N600 は、1960年代に、ホンダが初めて量産化した普通乗用車で、現在の軽自動車の元祖とも言える存在です。ビデオは、偶然発見した米国版 N600 のシリアルナンバー1を紹介したもので、海外からは、多くの感動の声が寄せられていました。ホンダ N600 をレストアしてる。世界で唯一の N600 専属メカニックだ。1967年式を2台手に入れた。ずっと放置されてた。シリアルナンバーを見たのは数年経過してからだ。一番だった。スペシャルな瞬間だった。あらゆる部品をばらした。方向指示器スイッチまで。これほど丁寧にレストアしたことはない。分解したことを戻せたことは一度もない。忍耐力がないから。これはできる。あらゆる部品が素晴らしい。発売されてから、もう50年近く経つ。1967年式ホンダ S600 のシリアルナンバー1番のワールドプレミアだ。この車をレストアすることは、ホンダの歴史を保存するだけでなく、自動車の歴史を保存することにつながる。昨年は、現実とは思えないような経験だった。俺のキャリアの集大成の瞬間だ。感動する。以下、反応コメント。すごい。フルビデオが見てみたい。どれほどゴージャスか見てみなよ。幸せ者の車だ。これを近代化して再販売したら生産が追いつかないよ。素晴らしいビデオだ。真のクラシックがレストアされるのを見られてよかった。最終的に苦労が実ったのを見られてよかった。ホンダの宝物を見つけて復活させたことを祝福する。ホンダの大ファンでもないけど、このストーリーを見るのは最高だね。車ならどれでも好きだけど、これを見たら考えが変わった。ホンダや俺たちにとって、とにかく最高だ。君は最高だね。この車を所有してもいいという意味で気に入った。素晴らしいプロジェクトだった。大きな愛情を注いでレストアしてるね。今は誰が運転してるんだろう。おばあちゃんが日本版を運転してたよ。思い出が蘇ってきた。日本車クラシックカーショーで、未レストア状態のものを見たよ。こうなる予定だったとは知らなかった。ビフォー&アフターを見られてよかった。どうして、ハイウェイの左のレーンを走ってるんだ？とにかく素晴らしい車だ。今だと、いくらの価値があるんだろう。パーツは、どこで手に入れたの？ホンダはもう販売してないのね。どうしてもともとグリーンなのに、色を変えたの？もともとホワイトだから、ホワイトにレストアしてるの。誰かがグリーンにしたんだよ。パーツを全部入れ替えても同じ車だと言えるの？車は、パーツの集まりだから同じ車だよ。同じパーツじゃなければ違うけど。それでも、シャーシのシリアルナンバーはそうだから。3分の2は同じ車だよ。たった 600cc のエンジンを持つ、こんな小さな車から始まったホンダが、NSX やベストセラー米国のベストセラー車になってるのがすごい。内訳エンジンとスワップしよう。